い、おはようございます。おはまろー、8月17日の僕夏実況です。いやもう17日、8月17ですよ。僕夏の実況ももうこれで今日で17本目、もう終盤に差し掛かってきましたね。終わりに近づいてくるとちょっと寂しくなってくる、この感じなんだろう。ねえ、隣島にどうしても開かない扉があるんだけど。島に入ってすぐのところ？うんうん。今の時期なら畑やってる人が開けたままにしてるはずだけど。開けんの忘れてんじゃねえの？トンカチで殴っても開かねえよな。だとしたらドライバーでネジを外すしかないね。来た来た来た。何みんなで悪事の相談してんだか。このうち時々怖いですよ。そういえばうちのドライバーってどこにあったっけ？ん？工具箱でしょ？トンカチと同じとこ。じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。よし、これで多分ねフラグが立ったんじゃないかなと思うんで。あ、チャンピオンが来たよ。来年もまたかっこいい太鼓を聞かせてね。来年もまた僕くんはここに来るのかな。太鼓ね、勝っちゃったもんね。よし、歯磨きしよう。歯磨き、きれいきれいしましょう。ベッド。さあ、結構いい感じでね、歯磨きもしっかりできていると。さてと、じゃあなんかそろそろフラグ立ったっぽいんで、工具箱の中入れ替えよう。これね、多分できると思うから。工具箱の中にドライバーがあります。トンカチをここに置いてドライバーをこっそり持っていきますか。きたー、持っていける。はいと。僕はトンカチを返してドライバーを手に入れた。オッケー、これで隣島の方行けるでしょう。ちなみにとりあえず精霊の木行くけど、隣島ってどこだっけ。なんかいるかな。やったぜ。また君か。はい、いりません。ということで、じゃあ海から隣島の方へ行こうかな。少しずつね扉開けていこう。あ、いるねいるねいるね。いや、このね、実はこのさゆりさんの声優さんが女優さんなんだけど、女優さんなんですけどね、最近私がよく見ているドラマに出ている方で、すごいびっくりした。リアルタイムのお話で。さて行きましょう、隣島。ちなみに隣島ってどうやって行くんだっけな。こっちから行く方がいいんだよね多分。あの防波堤を越えて左側の方、橋の方から行く方が近かったような気がする。こっちかな、こっち側から行けたような気がするんだけど、どうだったかな。モン消しも探さなきゃね。そういえばあと十何種類だったよね。全部で30種類あるから。なんか今引っかかってたね。隣島はこっちの方だよね確か。そうだよね。こんなとこにもあるのか。これモン消し？違うな、ビール瓶な気がするな。隣島、子供採石場の近くなんだけど、どこだどこだ。基本的にこの辺のね穴は関係ないということは分かったから、
ジュース瓶を見つけた。なんかこう来るたびにちょっと瓶の位置が若干変わってるというか、瓶が増えてるというかね、変わってる気がするけど、ここだったっけ、ここだったっけ、なんか違うっけ。あー、ここは子供採石場かな。こっち、こっちは子供採石場だね。隣島どこだっけ隣島どこ、やばいな、わかんない、どこだどこだ。こっち側なのは確かなんだけど、探すとなると難しいな。どこだろう、え、どの辺だったっけ、わかんないな。およ？どこだどこだ？あの穴は関係ない。海の中はね、時間が確かに進みにくいんだけど、隣島どこ？こっちの方かな。また光ってる。よし、瓶だね、ジュース瓶。オッケー、見つけた。よすよす。こっちかな。なんか深いな。こっちの方？こっちなんか確か何にもなかった気がするんだよね。こっちじゃなくて、どこや。どこだ。どこですか。あれ？本当にない。隣島。わかんない、ちょっと待って、ん、隣島の行き方を忘れてしまったよ。あっち島から行けたっけ、行けないよね確かね、隣島はね。どうなってるんだ、ちょっとあっち島行こう。若干ね、なんかこう謎が深まってきたというか、しかも最近見てるドラマのせいかね、こう若干ね、さゆりさんを全く関係ないのに怪しく見てしまうという。あ、蔵開いてるね、蔵は開いてるんだけど誰もいないんだよ。この鍵はまだもらえない、んー、無理か。なんか僕くんちょっと日に焼けてきてイケメンに見えるね。かっこよい。いいね、こんがりしてきたよ。まあ無理っぽいね。こっちからはいけないよね、多分。あの、まゆみさんがいないね、最近ね。どこにいるんだろう、この時間帯。まゆみさんは。いない気がするけど、どうしようかな。とりあえずじゃあ海に飛び込もう。隣島を見つけたいよね。ドライバー手に入れたから、なんかネジで開けるしかないみたいな、ネジで開けるじゃない、ネジを緩めていくしかないって言ってたから、おじさんがね。多分隣島を見つけて、あの扉の鍵の部分のネジを外していく、鍵の部分なのかな、少しずつ緩めていくんだろうけど、あ、やばいやばい、ちょ、危ない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 、やだ危ない。こんなとこで溺れたくはない。ただね、僕くんね、ちょっとね、ズボンがね、本当にダメだ、取れない。
え、隣島どこ？ちょっと今どこにいるの？なんかマップもちょっとね、いまいち把握しきれてないよね。こっち側から行くのは合ってると思うんだけど、子供採石場と隣島がね、近かったのは覚えてるんだよね。で、結構頻繁に降りてたところが、降りてた島が、上陸してた島が隣島の方が多かったはずなんだけど、こうね、探すと出てこないという、お目当ての島を探すとね、出てこないんだよね。なんでだ？そういう風にできている。ここはあっち浜だよね。で、子供採石場がここ。こっちは行けない？こっちは無理？行けない感じ？行けなさそうだね。行けないね。無理だね。隣島よ、どこにあるんだ？なんで出てこなくなったんだ？こっちかな、こっちかな。こっちの方だな、こっちだな。ここだ、多分。あった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 。あったあった。なるほど、繋がってるんだね。よし。さあ、着いたぞ。ここ、ここ。ここだね。みんなが気になっているであろう、この場所。扉に鍵がかかっている。僕はドライバーを使って金具を取ってみようと思った。おー、変わった。あ、すっごい硬い木ネジだったが、少しだけ回すことができた。これを何回か繰り返せば扉が開くかもしれない。なるほど、これ何、毎日やりに来なきゃいけないのか。なるほど。じゃあ今日はこの辺でね。毎日やりに来なきゃいけないと。ミッションが増えました。なるほどです。で、今日すべきことって、マメちゃんから私聞いてないって、覚えてないな。とりあえず、じゃあマメちゃんの元へ行こうかな。虫相撲もしなきゃいけないから。こっちから行こうかな。なんかちょっと時間かかりそうだけど。もう早くね、地上を走りたい。はい、よし。じゃあちょっとね、秘密基地に向かいながら、新しい虫がいないかどうかを探しつつ、まあいないんだよね、多分ね。いちごのパックもね、そろそろね、コメントに書いてあったんだけど、いちごのパックも気になりますと。そうだね、水に住む虫を捕まえるにはイチゴのパックか水槽が必要になるから、そろそろね、そのイチゴのパックの方も探していきたいなって思う。虫コンプリートすることを考えるんだったらパック必要だもんね。ちょっと歩きにくいな、ラグがやばいね最近ね。さあ海辺で、あ、いたいたいた、マメちゃんいるじゃん。海辺でトムちゃんとマメちゃんがいると。さあ今日は何を喋ってるかな。砂浜で遊んでいると、いつの間にか潮が満ちてきて、自分が座ってるところが海の中になっちゃうよね。不思議だな。不思議か不思議か、結構当たり前じゃないか。ああ、こんなところに長時間いたら日焼けしちゃいそうだな。だったら木陰に入ればいいじゃない。でもここは波が近くまで来るから、砂が湿っていて気持ちいいんだ。今日はどこへ行けば面白いか予言を聞きたい？ぜひ聞きましょう。じゃあ今日は3ね。1、2、3。うん、早くて助かるね、はい、じゃあこの中から好きな数字を選んで。6番か。6番。今日の予言、あっち島森の向こう側にある神社。あっち島の森の向こう側には大きな神社があるんだよ。あそこがおすすめなんだ。どう？当たってると思う？さてと、
豆の予言まだまだ聞く？どうしよう、ちょっと聞かないでおこうかな、とりあえず。じゃあ、じゃあ、予言を聞きたいときはいつでもどうぞ。豆は本当に何でも知ってるんだ。あっち島さ、ちょっと行ってきたばっかりなんだけど。ねえ、行ってきたばっかりなんだけど、じゃあ仕方ないから、ちょっと秘密基地によって虫相撲をやってね、その後であっち島の方行こうかな、もう一回ね。びっくりだよ。もうちょっと奥行けばよかったんだね、さっき。あれ、ここにいるじゃん。この前、智子の父ちゃん母ちゃんが言ってたことって、まさに謎だよな。うん、確かに。考えても謎が深まるばかりだよね。あの赤ちゃんってやつね。なんか言ってたね、確かにね。赤ちゃんって誰の？誰の赤ちゃんだ？合言葉をいいな。電撃戦隊。まあ、バイオはないだろうね。電撃ってっぽくないしね。チェンジも違うな。ダイナマンかな多分。違うんかい。違うの。マジか。違うんだ。嘘。合言葉を言いな。パンプルピンプル。パムポップン。これはね、一回出たよね。パンプルピンプル。パムポップン。パムポップン。言い方。中に入れ。失礼します。合言葉を言いな。パンプルピンプル。プリリンパ。出たよ。出たよ、プリリンパ。入ってきちゃダメだよ。トゥ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 。さて、虫相撲やりましょう。そろそろボクちゃんへの公開講座も教えることがなくなってきたぜ。うん、今までいろいろと教えてくれてありがとう。豆も参考になったよ。それにしても虫相撲は本当に奥が深いぜ。なんかね、ちょっとね、若干こうしんみりとする話をしてたんだけど、今寂しくなってくるよね。夏が終わりに近づいている感じがして。よし、じゃあやっていきたいんですが、まずね、このうちの全自動ハンターを試合させましょう。これで、まあ強いでいいだろうね。強いでいいと思うんだよね。試合にして、強いでいきます。まず、俺が相手だ。うわー、何これ。ジョージ・ワシントン白筋レベル10。いやー、マジか。ちょっとまあ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 、行ってみましょうか。2回押してゴー。やれ。これ紙切り虫系強いからね。マジですか。その何のアッパーパンチって。やれ、ぶちかまし。ナイス、ぶちかまし。いいよ。いや、スタミナ的にきついけど。片手キック。何何その空手技。いいな、欲しい。レベルアップか。いや、レベルアップしたんですけど、もう今日はね、動けないので。じゃあトレーニングさせますか。いや、強いで育てる方がいいと思ってるけど、なんかちょっと違うのかな。弱いで育て続けた方がいいのかなとも思えてくるよね。押す力がちょっと弱いのかな、若干ね。じゃあ押す力を。さあ、うちの期待のエース、コメント欄でもね、結構話題に上がるハラビロ先輩を鍛えましょう。ハラビロ先輩、どこにいる。いた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 。さて、ハラビロ先輩。いやー、でもカミキリムシなんだよね、相手がね。これ勝てたら、勝てるかな。ちょっとちゃんと育てたいんで、弱いでいきます。しっかりね、育てていきたいんで、弱いでいきたいと思います。はい、
相手でかくない？ 65mm だよ。 6.5cm のノコギリクワガタ。氷投げナイス。いいよいいよいいよ。救い投げだぜ。やめて。おい、いやでもスタミナ的にもこっちの方が有利よ。こらえ、力ダメだ。お、なになになにそれ、その技力ダメ。はい、ナイス。なんか弱い虫も強くなってきてる気がするな。じゃあ次は僕の番だね。鬼クワガタ、まあでもレベル2だからね、これは大したことないでしょう。すぐ勝てると思う。かまつきだね。ナイス、先手かまつき。やっぱり腹広先輩強いっすわ。出ちゃう。さすがです。ナイス秒殺。やっぱり負けか。強いね本当に。次は私の番ね。さあマメちゃんは、おっと、50ミリのノコギリクワガタ、レベル3、5勝11敗。まあ、負けっぱなしなのね、相手は。かまってよ。ナイスかまつき。スタミナも少ないからね、相手はね。これは勝たせていただきましょう。ありゃ。ナイス。これ、どうかな？腹広先輩。ちょっと一回強いに変えようか。レベルが上がったみたい。レベルが上がったみたい。他の子たちを戦わせたいときに弱い虫がいないときついもんね。きついと思うので、腹広先輩そろそろ相手を強いに変えます。じゃあこいつでどうだ。ミヤマクワガタね。はい、行きましょう。3回押していきます。かまつき。ナイスかまつき。いいよ、先手いいよ。相手は強いミヤマクワガタ、一応ね対応ミヤマスターだから。おっと、ぶちかまし。それでも負けないぞ。あー、何それ、すごー。何今の。巴投げ。柔道。マジですか。これは強いね。じゃあね、腹広先輩はトレーニングで。強いんだけど、こう負けが重なってきてるからね、最近ちょっと。いやー、どうしたらいいかな。押す力、踏ん張りを鍛える。踏ん張りを鍛えようか。踏ん張りで。じゃあ次どうしようか。カブトムシ育てますか。カブト、これ。うちの、胸騒ぎのガンマン。この子をしっかりね、弱いで育てていこう。弱いで。じゃあ、こいつでどうだ。弱いにするとこの子強すぎるのよ。若干ね。いきます。2回押して、ゴー。頑張れ。負けるな。君は強い。わっと、ガブリ折り。やめて。やばいぞ、やばいぞ。なんか技を出すんだ。技を。押し出し？押し出しですか？わ、ガブリ折り。強いな。相手の証し頑張るね。ナイス突っ張り。あ、ちょっとねヒヤヒヤした。悔しい、負けた。オッケー、ナイス。次は俺かな。さあ、ペッタンの虫強めが多いからね。でかっ。59ミリのノコギリクワガタ、こっち背中2回押します。こじからダメ？負けるな、負けるな。おっと、相手はきついみたいだよ。さあ、このまま押し出せるか。よし、勝った。はい、押し出し。レベルアップか、レベルアップか。着実にね、レベルを上げていきたい。さあ、こっちは19勝5敗です。相手は鬼クワガタ1匹。いきますか。じゃあ1回押しとこうかな。はい。頑張って。頑張って。頑張れ。頑張れ。頑張れ。
ドンドンドン。はい、勝った。これも余裕だね。レベル3。やっぱり負けか。いや、なんかちょっとね、レベルが上がらなくなってきてるから、相手はコクワガタ。コクワガタか。2回押していきましょう。はい。勝ってよ。レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。ダメだよ。ダメだよ。あれ？おっと？マジか。すす払いか。いや、まあ、押し出しで勝てるけど、でもすす払われた。負けちゃったんだ。次は俺の番だ。さあ、着実にレベルを上げていきたいところなんですが、ちょっとそろそろね、疲れてきてるんで、こっちこの試合で終わりかな、カブトムシ。じゃあ2回背中を押してスタート。レベルは一緒。いけ。レベル5だね。お、新技覚えた。ナイス。裾払いかな、今のは。そこで踏ん張れ。よし、新技も覚えたし、勝ったし、オッケーなのでは。悔しい、負けた。ナイスでした。ガンマン。オッケーオッケー。次は俺かな。いや、とりあえず引っ込めようかな。よっよっよっ。じゃあ、ということでこの子はね、引っ込めます。トレーニングをさせましょう。虫の状態からしてちょっと思考速度がね、あまりにも低すぎるので、思考速度をつけようかな。でも性質普通か。いや、どうしようかな。思考速度かな、やっぱこれね。はい、頑張ってね。さあ、次は何を育てるか。これかな。シンクのスケバン。12勝2敗、レベル9。これ結構強いね、この子ね。出そう。まあ、今ね、カナブンとかもいるから、うちには。でっかいね、こっち。じゃあ1回背中を押していきましょう。相手はレベル2。頑張れ。やれ。さあ、スケバン頑張れ。大きさが全然違う。おい、おお、やばい、今びっくりした。おい、はい、ナイス、押し出し。いいね、ナイス。じゃあ次は僕の番だね。さあ、ジュニアが出したのは鬼クワガタ。相手はレベル3。着実にレベル上げよう。背中は2回押していきます。頑張って。相性的に確かね、鬼クワガタの方が良かったんじゃないかな。足引きだよ。やっぱり足引きとかしやすいもんね。ほら、繊維喪失しないで頑張って。頑張って、頑張れ。負けないで。あー、負けそう。足引きだよ。やばい。け、やったぜ。お、新技覚えた。ナイス。それやばい。それやばいって。あー、負けそう。何今の技。何今の技。負けちゃった。スタミナ勝ちなんだけど、今のはやばいね。次は私の番ね。結構虫とは思えない技をかけてるけど。まあ、また鬼クワガタなんで、じゃあ2回押してから行きましょう。勝ってよ。またやってくれるかな、あの技。はや。おっと、どうしたどうした、相手どうした。ドン。ナイス。頑張れ。強いな。いやー、これはエース争い始まってるね。負けちゃったんだ。ガブリより。レベルもね、上がってきてるから。さあ、真似をしたところでいきましょう。いけ、いける、いける。大丈夫、勝てるよ。あー、頑張れ。ナイス。これはナイスだね。負けた。負ける気しなかったね、今ね。お、レベルが上がったぜ。よかったね。次は俺かな。さあ、こっちもね、ちょっと疲れてきてるから。うわ、でか。相手のコクワガタ、コクワっていう名前にふさわしくないでかさですけど、行きましょう。2回押しました、背中。やれ。
頑張れ。おい、角ひしぎ十字固め。角ひしぎ十字固めっていうのね。すごいね。デコピンやめて。いいぞ、勝てる。ナイス。はい、決まり手スタミナ勝ち。レベルアップよし、きた。レベルアップ。さあ、黄色になったのでこの子引っ込めます。じゃあ次は僕の番だね。トレーニングをねしたいと思います。トレーニング、トレーニング。どうしようか。角ひしぎ十字固めとかいうのをやったけど、技出し回数は多い方だと思うので、スタミナあげますか。空いてるのがスタミナしかないから、とりあえずねスタミナを。さあ、じゃあどうしようかな。カナブンを育てましょうか。カナブン、カナブン、これだ。青カナブン出す。最高。相手は半秒だけど、まあ勝てるでしょう。相手はレベル4でも10敗してるから、1回背中を押していきます。ガガガン、頑張って。結構技出すからね、うちの青カナブン。頑張って。いいぞ、トランポリンケタグリー。それ強いよ。君体重重そうだ、ピーマンね。回復の舞。あー、来たよ、ほら来たよ、回復の舞。今のうちなんだけどな。あれ、頑張れ頑張れ、いけそう。あれ、あんまり相性良くはないんだね。トランポリンケタグリー、ナイス。いいよいいよ、頑張って。はい、勝ち。ナイス。やっぱり負けか。決まり手トランポリンケタグリー。わあ、レベルが上がったよ。よし、次は私の番ね。マメちゃん、あ、カナブン出してくるかなと思ったらノコギリクワガタか。じゃあ背中を2回押してね。スタミナ全然こっちの方が多いから、いきます。勝ってよ。踏ん張らないダンス、ね、それ面白いんだよね、踏ん張らないダンス。幻惑の舞、そう、出た。はい、ナイス。ダメだよ、めっちゃ技出す。いいね、いいよ、混乱してる間に押しちゃえ。ダメだよ。あれ、混乱している間に押しちゃえ。あれ、あれ、技がうまくいかないね。あれ、はい、ナイス。でもノコギリクワガタに対して青カナブンはあんまり良くないってこと、もしかして。ありゃ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 、次は俺の番だ。赤足クワガタ、じゃあ2回背中を押していきます。いけ、負けるな。あー、頑張れ。あれ、あー、どういうことだろう、なんでこんなに技失敗するんだろう、なんかあったかな。あれ、ちょっと力みすぎなのかな、うちの子。あれ、どうしたんだどうしたんだ。あー、頑張れ。踏ん張らないダンス、踏ん張らないダンスね。あー、どうしたどうしたどうした、どうした。おい、頑張れ。一回背中押しとこう。あー、頑張れ。幻惑の舞、そう、出た。幻惑の舞ね、それなんか結構土俵から出てるけど平気。これ踏ん張らないダンスだよね。なんでそればっかり。あー、頑張れ。ねえ、なんでそればっかり。押して押して、ピーマン。あー、頑張れ。ピーマン、でどうして下がるの、ピーマン。あー、頑張れ。なんだ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 、この戦いはなんだ。さあ押すんだ、頑張れ。なんで下がる、性格が弱いのか、気が弱いのか。頑張れ、重い。ちょっと、なに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 、そこで踏ん張れ。いや、押し出せ。よし、な、勝ったんだけど、どういうこと、なんでこんなにあのトランポリンケタグリとか出ないんだ。ずっと踏ん張らないダンスとか踊ってたけど、次は俺かな。なんだ、なんかちょっとその攻撃が出ないあれが分かんないんだけど、仕組みというか。はい、2回押していきます。トランポリン蹴ってるね、出たね、やっと出たね。おい、さあ無駄に土俵を揺らさずにいこうかな。無駄にね、やらずに。
相手が攻撃をすかしていく。こっちも攻撃をすかしていく。デコピン入ってしまう。がしかし相手のスタミナがトランポリンケタグリによって削られる。よし、今回は2回出たね、技がね。あんまり疲れてないんだよね。そしてね、まだ顔赤いんだよ。赤いというかでかっ70ミリはでかいでしょ。ちょっと、いやー、2回押していってみましょう。一応相手はね、弱いになるので、13勝12敗だし、いいよ、その幻惑の前いいよ。相手が大きいからね、混乱してるうちに押していこう。混乱してるうちにね、ポンポコポンポコ押していきましょう。あれ、あー、攻撃をすかしてしまう。あれ、負けたくない。デコピンやばい。君みたいな巨体にデコピンはやばい。いいよ、幻惑の前。そしてまた押そうね。押して、ナイス、トランポリンケタグリ。あー、負けぞー。ナイスファイト、ナイス、頑張れ。オッケー、多分スタミナ勝ちかな。負けちゃった。はい、決まり手スタミナ勝ち。ナイス、ピーマン。次は私の番ね。はあ、一緒か。22ミリと27ミリ、こっちの方が大きいんだけど、相手一応マメカナブンちゃんって、ブンチン、ブンチンって名前がついてるから、まあそれなりにね、強いという。行ってみましょう。一回背中押しました。こっちでもちょっと疲れてます。ちょっと疲れてます、こっちは。ダメだよ。さあ、こっちもね、あと3勝すれば名前をつけられる。ダメだよ、頑張れ、うちのピーマン。幻惑の前、小さい方。幻惑の前、小さい方、めっちゃいい声で言ったし。さあ、勝てると思うんだけど。回復してるよ、相手スタミナがちょっと回復した。ナイス、そのまま押そう。そこから押していこう、押していこう。休んでるね、どっちも休んでるね。おい、ダメだよ、あれ、早く頑張れ。さあ、頑張れ。ダメだよ、負けるんじゃない。よし、なんとか勝ったけど、これなんだろうな、微妙だったんで戦い。負けちゃったんだ。レベルが上がったみたい。いやー、レベル上がったね。お互いにね、レベル上がったね。レベル7になりました。次は俺の番だ。じゃあ、ということで、ちょっとね、技出し回数を上げたいので引っ込めます。引っ込めて、ここでね、トレーニングをしてもらって、頑張って、ピーマン。で、昨日ね、倒した太陽くんのカブトムシがなぜか交換に出されていない。で、後々調べてみると、ペッタンのヒラタン、なんだっけ、倒したんだけどね、それもいなかった、なぜか。多分出してくるんだろうね、本番でね。本番で出してくるんだと思うんだけど、それってありなのかと、私的に不正なんじゃないのかと思ってる次第。さあ、行きまーす。うちの爽やか番長、ココアです。いけ、結構割りかし強かった気がするな。そこで踏ん張れ。押す力が強いよね。足引きだ。お、足引きやばいよ。いけるよ、でもまだいけるから、頑張れ。まだいけるから、出しちゃえば勝てるから。はい、勝った自分でひっくり返ったよ。悔しい、負けた。決まり手、自爆自爆か。次は俺かな。さあ、相手は赤足、ペタ赤足デビル。あれ、あれ、これ倒さなかったっけ、私。やべ、なんか倒したのにね、交換に出されないからもらえないっていう。おい、いいね、いいね。かぶり寄りやめてください。あー、やばい、それやばい、負ける、これ、やばい。よし、行け、やばい、やナイス新技。おっと、勝った。何今の、え、勝ったし。決まり手、回転投げ。いいね、レベルアップか。うちの子、いい技覚えてくね。
じゃあ次は僕の番だね。今やばいと思ったけど、結構回転技でなんとかなったね。回転投げか。頑張って。さあ1回背中を押しています。レベルは同じぐらい。回転投げ、ナイス回転投げ。いけそう。結構減るねスタミナ相手ね。力ためだよね。力ため。あー負けそう。足引きだよ。足引きやだよ。さあそこで回転投げすれば勝てるのでは。おっと自爆、負けちゃった。決まりで自爆。なんか自爆する虫増えてきたね。暑さのせいかな。次は私の番ね。さあ相手はノコギリクワガタ51ミリ。まあね勝てるんじゃないかなと。でもレベル5だからね相手。さあ番長頑張って、負けないで。回転投げ、いいよ回転投げ。決まったね。スタミナも全然こっちのが多いから。デコピンと、うおっと、あーこっちの方が若干スタミナ多いぐらいです。ダメだよ。あとはもう押し合い、押し合い、どっちが先に折れるのか。いやーギリギリ勝った。あれ負け。はいスタミナ勝ち。レベルが上がったね。レベル上がったね。さあ疲れてきましたが、トレーニングできる場所が空いてないから、今日はねこの子はしっかりがっちり戦わせて終わろうかな。相手もコクワです。いけ。さあいけ。回転、いいよ回転投げ。技出すの早い。よ し, いいぞ。よし勝った。ナイス。負けた。ナイス。めっちゃ出すね回転投げ。いいじゃん。次は俺かな。ラストかな多分この試合が。さまたしても相手やコクは、しかも背中を押してこない。勝つ自信がある。一回だけ背中を押していきましょう。ファイト、頑張頑張。おい、疲れてるせいか技をあまり出さないけど、あとはもうスタミナ勝負かな。おい、回転投げ。いいよ回転投げ。勝ったでしょ。ナイス。いいねうちの番長。決まり手回転投げ。よしじゃあということで顔がね黄色くなってしまったんで、じゃあ次は僕の番だね。次の日に疲れがね持ち越されるらしい話もあるから、ちょっと休ませましょう。かわいそうだから。お疲れ様番長。あと育てなきゃいけないのは半苗か。半苗を育てなきゃいけない。半苗を育てましょう。さあ一回背中を押して、相手はノコギリクワガタ48ミリ。レベル4だね。頑張って。こっちレベル5なんだけど、力的にどうなのかな。すくい投げ。うそ、半苗がすくい投げ。新しい技だね。力ダメ。それは力ダメかな。頑張って。押せ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 、頑張れ。ファイト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 、頑張れ。いけそう。すくい投げ。ナイスすくい投げ。半苗も強い。やっぱり負けか。決まり手すくい投げ。次は私の番ね。お、またノコギリクワガタか。でもまあ全然ね疲れてないから、こっちはね背中一回押していきましょう。勝ってよ。はい、ファイト。すくい、ナイスすくい投げ。しかもこれで勝ったら名前が、こじからだね。かわいい豆ちゃんの言うことが。ダメだよ。はいナイス。あれ負け。スタミナ勝ちでございます。お、だこれ実証だな。受賞したらさ名前をつけてあげましょう。ということで名前がつけれるんですが、まあなんか今まで使ってきたものは使えないらしいからね。じゃあね、一応さこんな見た目だからこう虹色とかねあったらいいなと思ったんだけどないんだよね、まさかの。
ないので、どうしようかな。寒風ピエロで、なんでピエロにするかっていうと、ピエロめっちゃ嫌いなんだけど、この見た目がね、見た目がカラフルすぎるところで、ピエロで、寒風ピエロでいきます。笑っちゃう。はい、次は俺の番だ。じゃあこっちはね、2回押していきましょう。はい、さあ相手は13勝している。ただし8敗してる。すくい投げ、オッケー、ナイス。スタミナ的にはまだいける。踏ん張り強化してるけど大丈夫よ、スタミナを減らしていけばいい。おわっと、ガブリ寄ってきた。いけるいけるいける、よし、ナイス、ギリギリ。悔しい、負けた。決まり手、スタミナ勝ち。いや、スタミナ大事なんだよね。次は俺かな。でかっ、コクワガタ54ミリ。これ負ける気がするんだけど、背中2回押していきましょう。相手はレベル3。さあ相手勝ったら名前つくね。さあこっちはちょっと疲れてきてるけど頑張れ。負けてはいい、あーやばい、裾払い、技を入れられてしまったらこっちはきつい。頑張れ、ナイス、すくい投げ。おー勝った、すごい。さあ重傷を阻止しました。決まり手、すくい投げ。あー疲れちゃったね、半妙ね、お疲れ。じゃあ次は僕の番だね。よし、ということでもう戦わせられる虫はいないんじゃないかな。じゃあ今日はこの辺で終わります。じゃあそうだ、豆ちゃんに今日やることもう聞いたんだっけ。あー、じゃああっち島行きましょう。あっち島の神社の方。じゃあ全員整列、よし解散。はい解散。ということで再度あっち島へ向かいます。 OK、 じゃあ泳いでいくよ。泳ぎもねだいぶ慣れてきたから、ただねこう物を探すってなると実況中はね時間がかかってしまうから、みんなに迷惑かかるなって思いつつ、あんまりね海に潜ってるのも飽きちゃうかなと。みんながもっとね、モン消し探してくださいとかっていう人がいるんだったら、全然海に潜ろうかなって思うけど。やっぱね、進展を待っている人からすれば、海にずっと潜ってたり泳いでるのは嫌なのかなみたいな気もするわけで。さあ、上がりましょう。あ、もう僕くんズボン脱げばいいじゃん、海に入るときぐらいさ。はい到着。ということで言われてた赤丸だった神社、神社に行くと何が起こるのかわからないけど行ってこよう。あ、ニューだニューだニューだ、あーニューだったのに。いやー、まだいる、いない、いないかな、ニュー。うわー、マジかー、いない。もう一回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 見てみよう。います？います？ニュー。あ、いた！いたいたいた。いたよ。はい、取ったー。一文字せせり。一文字って取んなかったんだっけ？あ、うま！一文字せせりね。さあ、150分の87。まだまだか。足りないね。結構足りないね。さて神社の方に来たんだけど、うわー結構夕方、結構夕方。
どこだどこだ、あれ、ん、これでも前もあったような、キミコもいつの間にかずいぶん大きく育ったな。夏休み中ちょっと食べ過ぎちゃったの。え、ここがおすすめって言われたんだけどさ、これってあの2人がデートしてるとかしてないとかって話じゃなくて、また違う？え、嘘、ちょっと待って、絵日記、一応ね書くことはあるみたいなんだよね。情報メモ、トンカチで叩いても扉が開かないときはドライバーで切れ字を外してみる。虫相撲の勉強終わり、これでみんな僕のものさ。あ、今日のあれは終わりってことなんだね、終了過程なんだね。これだけか、今日かけることを。何のためにあっち島来たんだ？嘘、そんなことある？マジか。本当に？なんかこうあれだね、似たようなことが毎日毎日起こっているみたいだね。さあ、これが僕夏、何をしていいかわからなくなってくるのが僕夏なんだよ。取れる虫が少なくなってきたりとか、というかこうある程度の日数が経たないと取れない虫の種類っていうものもやっぱりいて、今ねもう夏が17日だからお盆が終わって過ぎていってるので、出てくる虫の種類もトンボだとか秋の虫にね変わりつつあるっていう、そんな感じではあるんだよね。だからちょいちょいね、一回行ったことあるところも行ってみるのがいいかもしれないんだけど、こういうね、多分このブロックの裏は関係ない気がするんだけどね。なんかいるかな？やったぜ！はい、案外ね、こうやってね、ニューだったりすると、ケラ、気持ち悪。まあまあまあ、ニューですね。オンボロ社のところ、ケラってなんだっけ？オケラ？オケラ？違う、それオカラか。オケラだーって、いや、アメンボだーって、みんなみんな生きているんだ、友達なんだーっていう歌があるけど、あれオケラって言ってた？見つかった。僕まだ遊びたいよ。俺に文句があるならさ、俺が来ない道を探してそっちを歩けばいいんだよ。なるほどね。キミコちゃん、ママたちと一緒に帰る？私このままここにいたら、ここにいたらこのうちの子になっちゃうんじゃないかって。いきなりだ。そういうなんとか感ってやつがあるんです。予感？焦燥感？トンチン感？お前それ本気で思ってんの？うん。結局キミコちゃんは私と一緒に夏休みの最後までここにいることになった。帰る日になったらちゃんと新幹線の駅まで送ってってあげるから。お願いします。うん、大丈夫よ、任せて。よっしゃ、じゃあ食べよう。いただきます。いただきます。いただきます。そういえば最近魚を釣ってない、晩ご飯の。やばい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いいな。さてと、話しかけていこうかな。おばちゃんは明日で帰っちゃうのよ。また今度会ったらかよちゃんって呼んでね。
うん、分かったよ、かよちゃん。そうか、きみちゃんのお母さんは明日帰るのね。おじさんもか。じゃあ晩ご飯ちょっと食べ過ぎちゃったかな。いいじゃんね、食欲があるっていうのはいいよ。お年寄りはね、夏場とかやっぱちょっと体調壊しやすかったりするけど、ちゃんと食べてるのはいいこと。子供の頃こうやって親戚が集まるのって本当に楽しかったな。そうだよね、親戚とはいえど友達みたいなもんだからね、年近いと。おじさんは明日で帰っちゃうんだ。おじさんの名前さすがにもう覚えてくれただろ。なんて言ったっけ。おじ2号だよね、おじ2号。ねえ、水軍の地図って全部で何枚だったっけ。5枚だよ。これは大事なことなんだから忘れちゃダメだって。5枚ね、あと1枚なんだよな。またいる、ここに。ねえ、きみこちゃん、本当はお母さんと一緒に家に帰りたかったんじゃないの。うん、でももう決めたからいいんです。寂しくなっちゃうよね、ホームシック。例の押し入れの通路ってもう見つけた。当然だよ。これはいいや。太陽くんね。きみこちゃん、家に帰るなんてことにならなくてよかったな。寂しいのか。で、会員番号が欲しいさんの相談はいきなり。さあ夜になったんだけどどうする、何をしようか。まず商店の方へ行ってみよう。するべきことは今日はそんなになかったね。結構夏が終わりに近づいてくるとこんなもんかな。お前ってあっちでどんなところに住んでるの。うちなんかプライベートなんとか付きだぜ。兄ちゃん、プライベートビーチって言いたいの。これプライベートビーチなの。いらっしゃい。どう、夏バテ防止にコロッケ。いやー、実にね、食べたい。夏の海水浴場といえば熱々のコロッケ。実にコロッケ食べたいんだけど、コロッケにお金を使ってられないというね。瓶を引き取ってもらう。ジュース瓶が2本あるから20円、所持金100円。おっと、モン消しが買えるぞ。買っちゃう。モン消しを買います。で、さよならして。ところで夜のこっち森は行ったかい。小学校の裏山にある森のことさ。あそこはなかなか面白いけど、あんまり危険なことするんじゃねえぞ。はい、毎度あり。まあ行くべきなんだろうね、夜のこっち森。モン消し食べよ、モン消し。おはぎがある、まだ。モンスターチョコ食べます。なんかないかな、何が出るかな。僕はモンスターチョコをガツガツと食べた。なんだなんだ。モンスター消しゴムオーシャンホリデーを手に入れた。なんだ、これはちょっとだけ珍しいモン消しだ。オーシャンホリデーは持っている。なんだ。さて、明日も隣島にね、行かなきゃいけないんだけど、夜のこっち森がうんたらかんたらって言われたからにはね、見に行かなきゃいけないということで。でもだからってね、新しい虫いるかな。まあ、ホタルはいなくなったね。確かに。さーて、結構なんだろう、飛ぶ虫が多くなってきたね。飛ぶってあのピョンピョンってね、飛ぶ方の。あ、ホタルいるじゃん。さあ、こっち森はこっちだよね。あの、別にダジャレを言ったわけではないという。綺麗な月、半月かな。半月の割にはちょっと膨らんでたかな。さあ、いないかな。なんかいるかな。
人かな。やったぜ。あーまたケラか、いらない。なるほど、やっぱりこう出てくる虫もちょっとずつ限られてくるか。この秘密の花園には虫増えないかな。秋頃になってくるとね、スズムシの声もするんだけど、でもニューは見当たらないか。いないね、いないっぽい。じゃあこっち、いないのか虫よ、虫たちよ、新しい虫たちよ、いないのか。いるじゃないか、やったやったやった。なんか飛んでる、なんか飛んでる。カエル、カエル、カエル、え、え、カエル、なになになに、え、どこ行った。うわ近っ、うわ近っ。取れた。おお、マツムシね、気持ち悪い。マツムシね、はい。やばい、ちょっと巣の言い方になっちゃった。気持ち悪とか言って。こっち島の水田。うわー、ダメだ、私こういう系の虫苦手なんだよ。やばい。さあこんな感じか。うん、何も特にねないかな。じゃあちょっと寝ますか、そろそろ。あ、待って、歯磨きしてないよね、やば。ちょっと家帰ろう、ここで寝ると歯磨きできないから。うわー、夕方歯磨きしに行くの忘れてた、やばい。うわ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 、今日2回じゃないか。あー、ダメだ、間に合わない多分これ。今10時、今10時になったばっか、まだ間に合う、ギリギリ。うわー、間に合え、間に合って。こっち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 、こっちから入こう、こっちから行こう、こっちから行こう、こっちから行こう。違うよ、網振らないで。さて、うわ通りにくいな、こんなに人いると。ちょっとすいません、通して、歯磨きしたいのでね、通してください。はい、オッケー、ギリギリ間に合った。危ない、ギリギリ。あー、よかった、間に合った。ここまでさ、こうね焦って歯磨きに行くことないけど基本的に。いやー、一回忘れちゃったけど仕方ないね。とりあえずね、お風呂も入ってキレイキレイしましょう。最近あれなんだね、一人なんだね、お風呂入るとき。なんかこうすっかり僕くんの髪ブリーチなくなったけども。さあ綺麗になったし、ここでじゃあ日記を書いちゃいます。よし、絵日記を書いて寝ると。なんとかかん、キミコちゃんなんとかかんはトンチンカン。いや、あるよね、全然ね。え、これで終わり？あ、ほんと？今日じゃあ書くこと3つしかなかった。いや、絶対もっとあったと思うけど、絵日記を書いて寝ます。はい、書きたい内容がないようだ。はい、では8月17日の僕夏実況はここで終わりです。また明日、おつまろー。